最近雨漏りがひどくてね、屋根の修理をしなきゃいけないんだけど、ほらあんたの連れなんて言ったっけ。ファングさんですか。そうそう、あの人やってくれないかね。いつも寝てばっかりで暇そうにしてるだろ。いいですわ、私から言っておきます。お世話になっているお礼です。他に何かありましたら遠慮なさらずおっしゃってください。本当かい。だったらトイレ掃除と窓拭きもお願いしたいんだけど。かしこまりましたわ。特に役にも立っていませんし、少しはファングさんにも活躍していただけませんかね、キュウイ。あ、そうだ、忘れてた。ティアラ、あんたに手紙が届いてたよ。手紙ですか。はい、これ招待状、ドルバから。パーティー、招待状をいただきましたの。よろしければご一緒しませんか。え、本当？行きたい行きたい。いつ？いつ？今夜です。はっ、俺ごめんだね。パーティーなんて買っとれ、部屋で寝てた方がマシだ。そうですか。せっかく美味しいものがいただけるというのに残念ですわ。なに、マジか。招待状に立食パーティーと記載があります。当然お食事は出ますわ。でも寝てる方がいいなら仕方ありません。パーティーには私とアリンさんで。行く。俺はパーティーの達人なんだ。パーティー名人だ。ガキの頃のあだ名はファングザパーティーだ。はいはい、パーティー8弾だ。そういうことならみんなで伺いましょう。でもその前にファングさん、屋根の修理とトイレ掃除と窓拭きをお願いしますね。なんで俺がそんなことしなきゃならねえんだ、ふざけるな。でしたらパーティーには連れて行ってあげません。なに？それでもいいんですか。おいしいご飯がたくさん食べられるというのに、好きなだけ食べ放題ですよ。食べ放題だと？マジか。それが立食パーティーですわ。やるじゃねえか、立食パーティー。すごい、人がいっぱい。さすがドルファシさんのパーティーですね。集まっている人たちのほとんどが町の名士ですわ。ねえ、ドルファって世界でも有名な大きな会社なんでしょ。なんで私たちなんかを招待してくれるの。それは私たちがフェンサーだからですよ。きっとどこかで噂でも聞いたのでしょう。そういえば私たち以外にもあちこちにフェンサーがいるわね。いわばフェンサーは特殊能力者、この世界では稀有な存在です。誰もがその能力を欲し、有効に利用活用したいと考えている。ドルファも例外ではないっていうことですわ。ま、飯が食えるなら何でもいいぜ。ぎ、あいつはあん時の。見つかったら面倒なことになりそうだな。ムシムシっと。皆様、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。ドルファホールディングスのパイガでございます。総帥の花形に代わりまして厚く御礼申し上げます。ご存知の通り、我が社は衣食住、皆様の生活に関わる様々な事業を展開しております。また
経済活動のみならず社会貢献もドルファが目指すところで、孤児院の運営など慈善事業にも積極的に取り組んでおります。みんなの心に太陽を、それがドルファの精神なのです。はっ、いい話すぎて嘘くせえな。いいえ、社会貢献の話は事実ですわよ。世間からの評判も上々、フェンサーの就職したい企業ナンバーワンですわ。けっ、ますます信用ならねえな。ま、飯の味は信用してやってもいいが、もう、もう。今宵は皆様と親睦を図りたく、このようなパーティーを催させていただきました。どうぞご存分にお楽しみくださいませ。さあ、私の話はこれぐらいにして、皆様にはピアノの演奏を楽しんでいただきましょう。ミスターシャルマン、どうぞピアノの音色とともにお食事をお楽しみください。今宵が実りある一夜とならんことを。朝鮮はビュッフェ形式のパーティー料理、さして美味しくもありません。でも彼の奏でるピアノの音色とともにいただくと、不思議と美味しく感じられますわ。中でするけんぞ、おとろ超うめえ。最高、ウニとアワビもたまんねえな。もうファングったら、あたしのイクラ取らないでよ。お前こそ俺のおとろ食ってんじゃねえよ。サツ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 。うわ、見つかった。うるさいのがいると思ったらお前らか。相変わらずチャラチャライチャつきやがって。この前の借り、今ここで返してやると、エフォールは申しております。サツ。アップデ、今食事中なんだよ、後にしろ。ほうよ、このフカヒレ派ロロに踏まへん。引いたらどうふのよ。って、だからそれは俺の。もういいから、あんたはお茶でも飲んでなさいよ。茶なんていらねえ。あなたたち、何をしているのですか？何って、見ればわかるだろう。ファングのせいでピアノがお茶でびちゃびちゃ。サツ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 。ああ、いけないんだと、エフォールは申しております。何言ってるんだ、お前らのせいだろ。あんたのせいでしょ。うちのエフォールは悪くないと思いますけど。いい加減になさい。すぐに失礼をお詫びして。いいんですよ、詫びる必要はありません。このピアノはどの音かわずかにずれていました。お詫びしなければならないのは、不完全な音を皆さんにお聞かせした僕の方です。そんな。ですからどうかお気になさらずに。あなた、よかったね、ファング。ピアノ弁償しろとか言われなくて。お茶がかかったくらいで大げさなんだよ。いえ、やはりお詫びしなければならないのはこちらの方です。あなたの演奏を止めてしまったのですから。たとえ調律がおかしくとも、
あなたのピアノは素晴らしかった。まるで心に虹がかかるようでした。あなたの言葉で救われました。ありがとう。け、聞いとりやがって。気に食わねえ野郎だぜ。サツサツ、うさんくさいやつとエフォールは申しております。お、初めて気が合ったな。サツ、お前は殺す。以下略です。おいおい、勘弁しろよ。あっちの方はどうなんだ？ん、あっちって？少しは思い出したのかよ。ああ、そっち。それが全然。出会った妖精たちも誰も私のこと知らないし。二人とも早く顔を洗ってください。身支度が整いましたらすぐに出発しますよ。ああ、どこに？先日のドルファのパーティーで気になる話を耳にしましたの。北なる地域でご神体のように祀られているものがフューリーだというのです。あんた、そんな話いつの間に？本来パーティーとはそういう場です。人と出会い話をして信仰を深める、ただ飯をいただくところではありません。ちなみに殿方にも口説かれましたわ。10人ほど。何よ自慢げに。私だって口説かれたわよ。50人。こっちは本当は100人ですの。張り合うな。つうか嘘はやめろ。フューリーの話も嘘くせえな。ガセじゃねえのか。それでもここでじっとしているよりマシですわ。ロロさんも手持ちの情報がないようですし、私は少しでも早くフューリーを集めたいんです。私の夢のために。夢？世界の平和ですわ。嘘くせえ。ねえ、ちょっと引っかかるんだけど。引っかかる？あなたのお洋服のことですか？お二人になられましたの？しっけえな！違うわよ！あんたと初めて会った時のことだけど。ああ、ファングさんが私を愛してしまって追いかけてきた時のことですわね。誰がね。で、アリン、その時どうかしたのか？さ、なんでティアラはカモミールティーを用意してたのかなって。好きなのですわ。美味しいわよ。俺は肉のがいいけどな。誰が食べ物の好き嫌いの話にしろと言ったか。そうじゃなくって、なんでそんなしびれ薬を用意してたのかってこと。そりゃ俺たちを出し抜くためだろ。たっ、根性が汚ねえぜ。まったく余計なお世話ですわよ。いや、おかしいでしょ。だってそれって私たちより先にフューリーに到達していたのよ。だったらそのままフューリー取って去ればいいだけじゃない。それは。あ、そういえばそうかもな。キュイ
フューリーの噂に釣られて他のフェンサーが来たらそのフューリーを奪おうと思っただけですわ。それは私も考えた。でもね、それじゃあなんで私を持っていかなかったのかってこと。それはアリンさんがなんだか残念だったからですわ。嘘。あんたが女神を復活させたがっているのは本気っぽいもの。そんな人間がそんな理由で手を引くなんてありえない。それはですね。キュイキュイ。それはフェンサーご本人のフューリーまで奪ってしまったら、その大変でしょ。大変ですから、奪った後に野党に襲われてもしたら大変でしょ。身ぐるみ剥がされたり命を落とされたり。うわあ、もういいですわ。私失礼いたします。行っちゃった。なんだあいつ、照れてんのか。そういや解毒剤もあったな。腹黒かったり律儀だったり、わけわかんねえな。そんなに照れることかしらね。キュン。ずいぶん荒れた街ね。それに人っ子一人いないじゃない。まるでゴーストタウンだな。火だなる地域は閑静な住宅地のはず。それがどうしてこんな。何しやがるんだ。何こいつ。これは肉食中の亜種グナーナですわ。まさかこいつら。そのようですわね。みんな肉食中の餌食になった死人です。どなたが相手かしら。次。覚悟しな。止まりませんわよ。悪いがやらせてもらった。キリがないぜ。次から次へと。一体どうなってんだ。こんなに大勢の人間を足にできる力はグナーダには。どうした。フューリーですわ。おそらくグナーダがフューリーの力を利用して。なるほどな。フューリーの話は本当だったんだ。町のどこかにフューリーを祀る祭壇があるはずです。それを探しましょう。あった、フューリーよ。何ボスのお出ましか。フューリーはもらっていくぜ。油断なさらないで。次、私の出番はまだかしら。さーてと行きますわ。覚悟しな。どなたが相手かしら。ヘイ。やらせてもらう。お覚悟を。消えなさい。覚悟しな。始めます。手洗い。これが私の。全力展開。終わりです。やらせてもらう。行きますわよ。寝てろ。手をずらせやがって。そろそろ終わりにしようぜボスさんよ。ちょっと何やってんのよ。大事なところで。お前は奇遇ですね。
こんなところでお会いするなんて。お前フェンサーだったのか。ピアニストだと思ってたぜ。僕の方こそ、君はウェイターだと思ってましたよ。なんだと？一撃で敵を仕留めるなんて。ピアノだけでなくフェンサーとしても超一流の腕をお持ちなのですね。あれは俺が倒したようなもんだ。人の手柄を横取りしやがって。一体何すんだよ。シャルマン様もフューリーを集めていらっしゃるのですか。ええ、しかし今回本当に活躍されたのはあなた方だ。どうぞフューリーを受け取ってください。よろしければフューリーを集める理由をお聞かせ願いませんか。僕には夢があります。その夢を叶えるためにフューリーが必要なんです。夢？ねえねえ、その夢って何なの？僕の夢、それはただ一つ、世界の平和だ。そのために女神の封印を解き、この世界から悪を排除したい。一緒です。私も同じ目的でフューリーを。そうですか。僕と同じ考えの方がいるなんて嬉しいです。一日でも早く僕たちの夢が叶うといいですね。はい。なんて紳士的な方なんでしょう。シャルマン様とパーティーを組めばよかったですわ。なに？優しくて強くてかっこよくて、シャルマンがパートナーだったらよかったのに。失敗しましたわ。失敗した。はあ。ふざけんな！